ゆです。今日は僕のイベントなんですけど、これはまあ僕のモデルなんですけど、これは店頭に置いてあったのをそのまま、持ってきてるんですけど、全く一緒です。普通はちょっと塗料が違かったりね、ちょっと電気系が変わってたりするんですけど、これはまあ全く同じで、これライブの時にこれ渡されてもはっきり言って分かんないぐらいの、本当にまあ全く一緒なんですよね。特徴的なのはこのまあなんていうんですか、このすごいトラメハードメープルなんですけど、あとピックアップはこのフロントに、サスティナーのドライバーが、搭載されてるんですけど、これは去年発売されたデッドエンドのメタモルフォーシスというスタジオアルバムの中の、テレパシーと、ビジービーナスのサスティナー、すごく一聴したら分かると思うんですけど、その特徴的なサウンドは全てこのギターで出しているんですけど、そういう風にきっとアルバムもさらに面白くなると思うんですけど、すごくいいですね。欲しいです。欲しい。